まず払い言葉を送上いたします。皆様しばらくの間ご抵当ください。負けまくも勝ちこきざなぎのか福祉の姫かの立花の殿あはぎ払う急ぎ払いたまいし時になりませる払えどの狼たもろもろのまがごと罪けがれあらんを払いたまい清めたまえと回すことをと示せかしこみかしこみも回す抵当お直りください。さにて皆様をお払いいたします。ご抵当ください。ご抵当お直りください。ではこれより富士神社ご神体のお遷座を行います。気合いでお迎えさそこ、あそこ通るから なんでこっち、ここ通る、そこ通るから、だから2人こっちや。
東大さん4人最前列で頭その後ろに、じゃあ皆さんも真ん中戻っていただいて、はい、あ、そうです、より富士神社御本殿遷座を行います。しばらくの間軽く頭をお下げください。
本日は大変寒いところ、また早朝よりご参集いただきましてありがとうございます。これより末社富士神社鎮座祭を再行いたします。まず一杯、皆様御事に合わせご神前にご一礼ください。次に天線、ご神前にお供え物をお勧めいたします。宮司祝詞奏上いたします。皆様しばらくの間ご抵当ください。Jesus。
産にゆかりて、いさらぎのはずかまりみかの今日は行く日のたる日のよき時と選び定めて、お神たちの御霊をこれの日に見あらかず、いつき沈めませ祭りに、ここを用いてゆまはりきよまはりて、見前に立て祭るみてみきをはじめ、ふさぐさのためつものをささげ祭り、神社総代をはじめ、諸人長屋祖玉串の取り取り、諸神使え祭る様を、平らけく安らけく聞こしめして、今より行く先、俺の宮らかを沈み屋の床宮と、御心を大にし参りまして、明日夕べに落ちこちより毎日集える諸人長くべに、不しく耐えなる御霊の冬を蚊がくらしめたまい、この者の思い持つ技にいそしみ励み片身に結びなごみつ、いやますますに世の人の幸を進めしめたまえ、かしこみかしこみも魔をす。ご提灯お直りください。第祝6番組の皆様によります木遣りの奉唱でございます。
ここが多分読みです。こうしていきながら楽しく。次にご参列の皆様に玉串を伊達祭りご拝礼をいただきます。まず富士子総代の皆様に参拝をいただきます。じゃあ皆さん、あの前の方から1列になりまして5人ずつお参りしていただこうと思いますので、こちら登山口の方に。でお参り終わった方は前からこう降りていただきます。修行ですか、ね、そうそう、何も言ってたら大変なんですよ、こいつに合わせろし指揮者に合わせてくれ
ではもう一度並んでいただけますじゃあ、もっと前の方、また戻ってください。次に、決戦。皆様、宮司に合わせご神前にご一礼ください。これをもちまして末社富士神社鎮座祭滞りなくご奉仕を申し上げます。結びに宮司よりご挨拶申し上げます。本日は大変寒い中早朝よりご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ご承知の通り江戸文化の一つの象徴でございます富士信仰というものがございます。富士講というものを組織をいたしまして各地に富士塚を建造いたしまして、そして富士山の信仰を高めていたものでございます。とこの元の巣鴨区域、現在はこの鎮座地は南大塚という地名になってございますが、もともとは巣鴨の地域でございます。この巣鴨地区にも富士講の信仰が大変盛んに行われていたというふうにお聞きをしております。この度御鎮座700年の仮設を迎えるにあたりまして、いろいろな面で文化の継承をしていくという一つの大きな目標がございます。その中の一つとしてここに伝わるいわゆる富士信仰の富士神社を改めて創建をしようということになりました。岩永姫の御事様、そして木の花咲夜姫の御事様、二柱の神様をお迎えをいたしました。この御鎮座に際しましては富士山小御嶽神社の宮司様以下大変皆様にお世話になりました。本日社務所におきまして恒例の儀をさせていただきまして、その後こちらの方に神様をお移しをいたしまして、そして本日この御鎮座の儀式を迎えさせていただきました。これから末永くですね、富士山の信仰は延命長寿という大きなものもございます。どうぞご本社とともにこの富士神社の方にも皆様方のお参りをいただければありがたいと思います。また本日は、組頭の皆様にも大変早朝よりご奉仕をいただきまして改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは、本日はどうもおめでとうございます。
最後に結びに総締め一本で手締めをしまして、この会を終わらせていただきたいと思いますので、ご一同様、ご唱和のほどよろしくお願いいたします。よそいを飾る錦の袖かざす織の木の草ですけれども、本日7時より御本殿の遷座祭もございますので、大変寒い中ですが、ぜひご参列いただければと思います。そちらより本日はご参列ありがとうございました。またこれから10時から